行いとは、五国法上を願って主に、西日本の各地で念頭に行われる伝統行事である。近畿地方を中心に、中部地方から中国地方にかけて伝承されており、特に滋賀県の湖北地方と甲賀市で盛んである。内容は地域によって様々だが、ついた餅を神仏に備え、 その下がりを集落で分配するという儀礼を含むことが多い。古くは、仏道や寺院において行われてきたもので、後に修正会と豊作祈願が集合して、集落の年中行事に変化したと考えられる。行い、行いさんなど、地方によって様々な故障、表記がある。内容は、地域で差があるが、概ね共通していることは、行事を務める東や大きめ、 ついた餅を地域の祈願寺や仏像の本尊に備えること、法営を開き、収支という酒付きを通し、餅や備え物、祈祷札等を括弧に配布すること、次の当紙へ引き継ぐこと等である。行事への参加は男子に限り、当屋は生まれた順に当たることが多く、当屋を受けることは村の成員となるために必要なことであった。滋賀県の甲賀地方では寺院を中心とし、一方、 古北地方では神社や東屋宅を中心とした村が多い。江南町深川の区有文書には上福寺と浄土寺の行いの東屋の査定が戦国時代から明治まで伝えられている。ABC 鉱賀市次第八巻鉱賀市辞典。鉱賀市 P421 ありがとうございます。